ダイハードラストでは、ジョン・ムーア監督、ブルース・ウィリス主演による2013年のアメリカ映画。初作から25年目、前作から6年ぶりに制作されたシリーズ5作目である。現代はインディアンの言葉である、死ぬにはいい日だをもじったもの。2013年2月7日には、香港、シンガポール、そして2013年2月14日には、全米。 日本などで公開された。なお、日本では PG12 指定を受けている。モスクワで殺人を犯し逮捕された息子のジャックに会いに行ったマクレーン刑事がロシアの政治家の陰謀に巻き込まれ不死で活躍するというストーリーである。ジョン・マクレーンの息子、ジャックが登場する。わずかではあるが前作に引き続いて娘のルーシーも登場する。 親子の絆を全面に打ち出した作品となっている。前作で娘のルーシー役で出演したメアリー・エリザベース・ウィンステッドは当初は自分は出演しないと思うと語っていたものの後に出演することが発表された。また当初はコールハウザー演じるコリンズが悪役であるという報道もされていたが実際はジャックの相棒役である。キャッチコピーは運の悪さは遺伝する。 なお、マクレーンがアメリカ国外での活躍を見せるのはシリーズ初である。ニューヨーク市警察のジョン・マクレーンは、温身不通だった息子ジャックがモスクワで殺人事件を起こして身柄を拘束されたことを知る。マクレーンは娘ルージーに見送られ、モスクワへと渡る。ジャックが出廷する裁判所にやってきたマクレーンだったが、裁判所は突如爆破され、混乱の中、 逃げ出してきたジャックと再会する。だが、ジャックはマクレーンを突き放し、裁判の証人として出廷していた、政治犯コマロフを連れて、車で逃走する。実はジャックは、CIA のスパイであり、コマロフを救出、そして護衛する任務を負っていたのだった。コマロフは、ロシアの大物政治家チャガーリンの犯罪の証拠を握っており、チャガーリンの暴略によって、 政治犯として捉えられていた。ジャックから、チャガーリンの犯罪の証拠となるファイルと引き換えに、アメリカへの逃亡を持ちかけられたコマロフは、娘イリーナも同行させるよう求める。コマロフを連れ、イリーナと待ち合わせしたホテルに赴いたジャックと、マクレーンだったが、イリーナはコマロフを裏切り、チャガーリンの部下、アリクと共に、コマロフを拉致し、ヘリコプターで逃げ去った。ジャックとマクレーンは、 コマロフの持つファイルが保管されているチェルノブイリへと向かう。チャガーリンの過去の犯罪とは、核燃料である濃縮ウランの横流しであり、チェルノブイリ原子力発電所事故は、それが原因で起こったのだという。チェルノブイリで金庫を開いた、コマロフだったが、そこにあったのはファイルではなく、大量の濃縮ウランだった。コマロフ父子の目的は、この濃縮ウランを転売して、大金を得ることであり、 一連の出来事はすべてコマロフの筋書きだった。用済みとなったアリクを射殺したコマロフはイリーナと共に逃亡を企てるが駆けつけたジャックとマクレーンによって阻止される。そしてコマロフはイリーナの操縦するヘリコプターのテールローターに巻き込まれイリーナはヘリコプターもろとも墜落し共に死亡する。無事にアメリカに帰国したマクレーンとジャックは ルーシーに温かく迎えられた。日米共に2013年の2月14日の公開を予定していた中、撮影に使用する予定だったセットが火災で全焼したことなどから制作に遅れが発生。公開前月の1月まで撮影が行われていた。そのためアジア圏におけるプロモーションがすべてキャンセルとなった。カーチェイスの撮影で使われた車の総額は1100万ドル。 使った車は650台。そのうち132台は廃車処分となり、残り518台も廃車こそ免れたものの、相当な修理が必要となった。撮影に使われたメルセデスベンツは、メルセデス社から撮影用に無償で提供されたものである。放題はラストデーではあるが、シリーズ最終作ではない。脚本家、 ベントレビルクックはすでに6作目の脚本の構想があることを発表している。9200万ドルの制作費に対し、アメリカ国内での工業収入は6700万ドルとなり、全米記録としてはシリーズ最低となった。しかし海外では成功し、最終的に3億ドルを超える工業収入となり、これはシリーズ第3位の記録である。全体的に評価は低く、 ロティンテマイトスでは199のレビューの中でわずか16%という評価であり、ロティンテマイトスの数値としてはシリーズ最低の記録である。日本の映画雑誌、映画秘宝が発表した2013年度の映画に対するワーストランキング、秘宝はクサイアワードでは3位と評価された。ありがとうございます。